今神戸空港に来ています。今から人生初の長野県に旅立ちたいと思います。さあそれでは FDA に乗って目指すは信州松本空港。途中で富士山みたいなのが見えてきました。これ富士山で合ってますよね。うん、富士山のはず。ということで、あっという間におよそ60分で着いちゃいました。松本空港到着しました。めっちゃ寒い、びっくりした。じゃあ今からシャトルバスに乗って松本駅の方に向かって、その後どうしても行きたいところがあるのでダッシュで長野駅の方に移動します。特急しなのに乗って長野駅へ向かいます。すごい、長野駅めっちゃ大きい、綺麗な駅や。お土産物屋さんもいっぱいあるから後で見よう。コインロッカーめちゃくちゃかわいい。荷物邪魔やから預けます。よし、やっぱり長野に来たので今からお蕎麦を食べに行きたいと思います。ちょっと早く行かないともうギリギリなんで急いで行きます。まさかの行きたいと思ってたお蕎麦屋さんが品切れのため閉店してる。もう結構お昼時ちょっと過ぎちゃったから空いてるお店が全然ない。どうしよう。ちょっと駅のところに入ってる店に行こうかな。駅のとこやったら空いとうかな。予想外の展開や。ということでやってきたのは蕎麦処みよた。長野駅直結の駅ビルの中にあります。あー、空いてるお蕎麦屋さんがあってよかった。セットメニューも惹かれるなーと思いつつ、あったかいお蕎麦やぶっかけ蕎麦も美味しそう。他にもお蕎麦のロールケーキやチーズケーキ、一品料理なんかも充実してました。お出汁のいい香りがする。お蕎麦がすごい輝いてる気がする。美味しそうな。初の信州そばいただきます。食べてしまう。めっちゃ美味しくて一気に食べちゃう。最後の一口いただきます。さんのお蕎麦めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。すごい、あんな食感のいいお蕎麦初めて食べた。さすが信州のお蕎麦は一味違うなと思いました。いや、ほんまに美味しすぎて、多分ね、あれ私5分ぐらいで食べちゃった。もっと味わって食べればよかった。あ、じゃあ今からここに書いてある、さあここです、善光寺へ向かいます。善光寺まで30分かけて
今から歩いていきます。トモモグ、今日は天気がいいからめっちゃ気持ちいいです。なんかお昼間になって日が照ってきたらすごい暖かくてちょうどいい気候。善光寺に向かう道が最初平坦な道やったのに今急に坂道になってきた。結構きついな。あ、食べたかったおやきのお店発見。やってきたのは小川の庄大門店。いろんな種類のおやきがあります。あの鍋の上に置いて焼くんですか？そうですね、ほうろくの上に表面を焼いてその後周りですね。あ、だから30分そうなんですかかるんですね。おやき焼き上がるのに30分かかるということなんで、その間に善光寺のお参りに行きたいと思います。すごいな、30分もかかるんや。結構時間かかることにびっくりした。まあ、後のお楽しみってことでどん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 上に登っていきます。善光寺に向かうまでの道にはいろんなお店があるので楽しみながら歩くことができます。誘惑も多いです。今日平日やのにめちゃくちゃ人が多い。で、いろんなお店があって美味しそうな匂いがいっぱいする。いろんなお店があって気になるんですが、ちょっと人が多いので先に善光寺のお参りに行きます。確かに安くても600円。すごいなんか空気感が変わった。善光寺でお参りしてきました。すごい心がスッとなりました。あの暗いところをなんか巡っていくやつもやったんですけど、暗いところ巡っていくやつの名前がわからへん、漢字が読まれへん。でもなんかその暗いところ巡っていくやつとかもなんかすごい本当に心穏やかになってなんかお参りしてよかったです。なんかこの善光寺の空気感がすごい素敵でした。ちょっと善光寺をゆっくり観光しすぎておやきの30分過ぎちゃった。ちょっと急いでちょっと仲見世通りの食べ歩き後でにして先におやきを食べに行きます。ということで小川の庄大門店まで戻ってきました。いろりのあるお部屋はもう閉まっていたのでこちらの店内でいただくことにします。もう一回温め直してくれました。優しい。熱っ、熱々、はあ、めっちゃたっぷり入っとる。野沢菜がたっぷり入ってるし、あとおやきのこの焦げの部分がカリッとして中はもちっとしてめっちゃ美味しい。もう一個頼めばよかった。もう一個食べたい、めっちゃ美味しい。あっという間に最後の一口いただきます。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。おやきめっちゃ美味しかった。
ったです、ごちそうさまでした。予想以上に美味しかった。野沢菜たっぷり入ってて、味付けも濃すぎひんから、なんかいくらでも食べられるような感じで、めっちゃ美味しかった。なんかおやき他の味も食べたくなったな。なんかどっかでまた見かけたら買おう。で今からさっき仲見世通りを食べ歩きできなかったんで、ちょっと今から仲見世通りもう一回戻ってちょっと気になったものを食べていきたいと思います。さっきの活気はどこへやら、全然人おらへんくなった。今で夕方4時ですね。それでは気になったお店で食べ歩きをしていきます。まずはこちらのお店、アップルパイが気になったので注文します。あったかいし、めっちゃいい匂いする。やっぱり長野に来たらリンゴ食べたかったんで、気になってたアップルパイを買いました。いただきます。めっちゃ美味しい。カスタードたっぷり入ってるし、とろっとしたリンゴが入ってる。リンゴがめっちゃ美味しい。うん、めっちゃ出てくるリンゴが。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。なんかこの店の目の前にお味噌屋さんなんかな、なんかお味噌屋さんがあって、味噌ソフトクリームとか、なんか海苔巻き焼き結びとかってちょっと気になるなって思うんで、次そっち食べてみようかな。でもソフトクリームよりおにぎり食べたいな。ということで続いてはこちら、焼き結びを食べるつもりだったんですが、1位が味噌ソフトクリームか。じゃあ、ほのかになんか醤油っぽい感じの色かな。なんか若干キャラメルのような香ばしい匂いがする。いただきます。うん、うん、最初甘いキャラメルみたいな味すんねんけど、後がめっちゃ味噌の味する。美味しい、すごい。これ寒、なんか結構思ったより美味しくて、なんかだんだんハマってきた。このソフトクリーム、不思議なことにどんどん味が変化していくんです。なんかだんだんチョコレートの味みたいに感じてきた。チョコみたいな味する。なんかいろんな味するな。ごちそうさまでした。ちょっといい時間になってきたので、ぼちぼち松本の方に移動したいと思います。松本で行きたかった居酒屋にさっき電話したら、もう今日はいっぱいですって言われて、てっきり空いてるもんやと思ってたから、全然予約してなかったから、ほんまにやってもたと思って、どうしようかな。帰りはバスに乗って長野駅まで向かいます。とりあえず夜ご飯を検索します。駅に着きました。じゃあ今から近くに JA もあるって書いてあったんで、その JA で気になってたリンゴのジュースもあるので、それを買ってから電車に乗ります。ということでやってきたのは JA 長野。ここでリンゴジュース買いました。これは夜に飲みます。あかん、忘れとった。コインロッカーにリュック入れてること忘れとった。やばい、時間ないわ。もうそろそろ電車来るから、早く。すっかり忘れとった、危な。松本駅に着いてちょっとお土産を買って、今からホテルにチェックインをしに行くところです。今日泊まるホテルはこちらです。ホテルチェックインしてきました。じゃあ今からちょっと夜の街に繰り出したいんですけど、結構どこもなんか断られていっぱいですって、
なのでちょっともう一回実際に行ってトライしてみたいと思います。運よく入れたらラッキー。ちょっと行ってみます。え、行きたかった店すぐ隣やん。やっぱりあかんかった。あー、もっと早めに予約してた方が良かったんや。ちょっと違うところにも行ってみます。もう一回突撃したらなんと入れました。諦めずにもう一回突撃してよかった。やってきたのはうさぎ屋。信州の旬の食材を味わうことができる居酒屋さん。珍しい食材も揃っていて、お一人様大歓迎なのも嬉しいです。そして信州の地酒も種類が豊富に揃っています。信州の美味しいもんがたくさん載ってて、どれにしようかほんまに迷います。信州の食に特化した山ご飯を提供されていて、私が行った時はちょうどキノコの季節で、見たことないようなキノコがメニューにたくさん載ってました。やっぱり地酒が飲みたかったので、店員さんにおすすめしてもらった信州キレイを注文しました。すっきりして飲みやすい、美味しい。店員さんにおすすめしてもらったこのおまかせ酒の魚3品を馬刺しで注文して、やっぱり信州尽くしにしたかったので、この信州の恵みを一人前で注文しました。柿のミルフィーユがどうしても食べたくて注文していたら、この信州の恵みの中に入れれますよってことで、お言葉に甘えて入れてもらうことにしました。優しい。松本名物の馬刺し輝いてる、綺麗。他には葉わさび、きのこ、そして上にピリ辛が乗ってる冷ややっこ、これだけ入ってこのお値段はめちゃくちゃ安いです。しかもキノコをおすすめしてくれてたんで、キノコ食べたいですって言っていたら、この3品の中に入れてくれました。すごい嬉しい。お店入られへんかったからってスペシャル仕様にしてくれたみたい。内容が豪華すぎて、キノコ料理、カバエビ、ニジマス甘露煮、信州味噌山ごぼうに桜肉、タン燻製、野沢菜、信州辛味噌などなど、あ、これは私が食べたいって言ってた柿のミルフィーユ入れてくれてました。これだけでも信州のうまいグルメを一堂に味わえる、最高すぎる。すごい。馬刺しめちゃめちゃ美味しい。すごい油が乗っててコリコリしてる、めっちゃ美味しい。このキノコも珍しい、見たことない。ボリュームもしっかりとあって、一つ一つの料理が美味しくて、しかもこの馬刺しがとにかく美味しすぎる。かわいいかな。うまい、めっちゃ美味しい。どれもこれも本当にお酒によく合います。めっちゃ美味しいです、すっごい美味しいです。そしてお野菜を信州辛味噌につけて、
めっちゃ美味しい。結構辛みあるわ最後の方。食べたかった柿のミルフィーユ、長野県の飯田さんの柿って書いてあった。めっちゃ美味しい。日本酒とめっちゃ合う。馬刺し最後の一切れいただきます。はい、ありがとうございます。信州サーモンもおすすめですって言われたんで、せっかくなんで頼ってみました。食熱い。あ、はい、わ、すごい。ラーメンもすごく有名だということで醤油ラーメン頼みました。普通サイズ、美味しそう。締めにラーメン、いいね。美味しい。ラーメンの種類が豊富で、ラーメンを食べたくてこちらのお店に来るお客さんもいるんだとか。あっさりとした醤油ラーメンは締めにぴったりでめっちゃ美味しかったです。いやー、信州は美味しいものだらけだと思い知らされました。最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。あ、酔っ払った。うさぎ屋さんめちゃくちゃ美味しかったです。なんかもうここ一軒だけでもう信州の美味しいもん全部食べられたっていう感じで、すっごい大満足です。馬肉も美味しかったし、あとサーモンも美味しかったし、なんかもうあの柿のやつも美味しかったし、なんかもう全部美味しかった。ほんまに大満足です。ごちそうさまでした。トモモグよいしょ、お部屋に帰ってきました。はぁ、あ、美味しいもの食べて最高や。さっきお土産物屋さんで、長野と言ったらやっぱりリンゴなんで、シードルのお酒を買ってきました。ちょっと今からこれを飲んでまったりしたいと思います。はぁ、あ、さっきは日本酒飲んだんで全然違うお酒。よいしょ。おぉ、いい匂いする。じゃあ一日お疲れ様でした。乾杯。うわ、美味しい。あ、結構リンゴの味する。甘いもん食べたくなったから麦チョコ買ってきた。麦チョコってなんかちまちま食べるより私ガーって食べる派なんですけど、ちょっとすいません、ガーッと。さっきお風呂入ってきます。ゆっくりしすぎた。よいしょ、お風呂から上がったので残りのお酒飲みます。今日は初めての長野県、善光寺行ったり、あと、まあ、松本はもうまだご飯しか食べてないけど、人もあったかくて、食べ物も美味しくて、で空気も美味しくて、なんかやっぱり見える山とかが神戸と全然違うから、あ、長野来たなっていう感じがして新鮮でした。あっという間に飲んじゃった。美味しかった。ごちそうさまでした。ジュースも買っとったんや。
長野駅のすぐ近くに JA の販売所があるって書いてあって、で JA で売ってるものって絶対に美味しいから、このリンゴジュースを買いました。わあ、いい匂い、うまっ、うまっ、めっちゃ美味しい、すごいリンゴの味する。はあ、めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。明日は松本で観光して、美味しいものを食べに行きたいと思います。それでは寝ます。おやすみなさい。また明日。こっちはこっちで消さなあかんのか。よいしょ。おやすみなさい。とももぐ、よいしょ、あ、見えへん、見えへん、あい、あ、見えへんわ、一回切ろう。いただきます。あ、噛みついちゃった。シードルやんな。え、シードルやんな。シードルやったやん。あ、そっちに切る消し方が分からへん。ともものもぐ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 ぷ、もぐもぐぷ、もぐもぐぷ。